はい、みなさんこんにちは、みさとです。今日はこれだけしておけば大丈夫という大切なフレーズ2つをレッスンしたいなと思います。これは私自身がイギリスに9ヶ月留学してたんですけれども、9ヶ月の留学の間もうこれを知ってたからこそ6ヶ月で英語を取得できたって言っても間違いないぐらいに、もうすごく重要で便利なフレーズになります。なのでこれをぜひ覚えて練習たくさんして使ってみてください。Okay, so are you guys ready? Let's get started! 大事なフレーズたくさんあるんですけれども、そのうちの今日は2つだけ紹介したいと思います。まず1つ目が、例えば相手が何かを言って、もう一回言ってほしい。何言ってるかわからなかった。っていうとき、Can you say that again, please?Can you say that again, please? これはもう一度言ってくれますかという意味になります。OK? じゃあ、二つ目。これは、あ、もう少しゆっくり喋ってほしいなっていうとき。Can you speak slower, please? もう少しっていう、ちょっとっていうのを入れたかったら、Can you speak a bit slower, please?A bit という、ちょっとという言葉を入れても大丈夫ですね。では、復習してみましょう。Can you say that again, please?Can you speak slower, please? はい。では、今日はこれでレッスン以上になります。この2つは私が英語が本当に全く喋れなかった時に、何回も何回も相手の人に聞いて、何回も同じこと言ってもらったり、何回もゆっくり喋ってもらったり、最初はすごく悪いなという気持ちがしてたんですけれども、もうここは勇気を振り絞って、わからない時はわからない。ゆっくり喋ってください。もう一回言ってください。っていうことがすごく大事になってくるので、ぜひわからないままにしとくのではなく、しっかりその場で聞いていきましょう。で、このビデオがいいなと思った方は、いいねボタンとチャンネル登録まだの方は、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。で、私たちインスタグラムもしておりますので、インスタグラムぜひよかったらこちら。ぜひフォローの方をお願いします。で、ダニーとミサト、オンラインレッスンもしていますので、オンラインレッスンぜひご興味がある方は、下の概要欄に貼っておくので、そこをぜひチェックしてみてください。Thank you guys so much for watching and catch you guys next time. Bye bye.